元サッカー日本代表でタレントの前園真孝が22日までに自身のインスタグラムを更新。8月21日はセブンの15歳の誕生日ですと綴り、続けて僕たちの大切な家族であるセブンは先月28日に虹の橋へ旅立ちましたと7月に亡くなったことを報告。そんなセブンにはいつもたくさんの愛をもらいました。どんなことがあっても家に帰ってセブンの寝顔を見ると心が安らぎ自然と笑顔になる自分がいましたと言い、セブンとお別れした日は雨が降っていました。その帰り道雨が上がり虹がかかりました。セブンがもう泣かないで、僕は大丈夫だよと、でも今でもセブンを思うといつも涙が溢れてきますと溢れる思いを吐露した。